Event Marketing News. On June 2, a preview of the new MICE facility, Pacifico Yokohama North, was held. The large multipurpose hall, which is the largest in Japan, and 42 large, medium, and small conference rooms are equipped with sufficient facilities and scale to hold meetings for 3,000 people. Since we are in contact with each facility of Pacifico Yokohama on the second floor pedestrian deck, you can use it in an integrated manner according to the event style. こんにちは、月刊イベントマーケティングの井口です。今日6月2日パシフィコ横浜ノースの内覧会に来ている。4月24日の開業後、緊急事態宣言で、休業となっていましたが、今日が初めてのお披露目となります。パシフィコ横浜ノースは、国内最大規模の約6300平米の無柱多目的ホールと、大中小の42の、会議室からなるマイス施設です。国内最大級6300平米といってもなかなかイメージがつかない方もいらっしゃると思うんですけれども、6300平米っていうのは、グランドプリンス新高輪の支店が2000平米ですので、その約3倍の広さになります。それでは早速見に行ってみましょう。こちらが、パシフィコ横浜ノースの多目的ホールになります。約6300平米の広さに、今約2300名の、テーブルが並んでおります。こちらのセッティングには、今回5、6時間ほど時間を要してセッティングがされています。最大で8分割できるホールとなっています。降りてきました。1階の方では今2300席の、席を用意されています。ご覧ください。以前からのシビックプライドを上げるのエンジンが文化だったり観光っていうふうにおっしゃっていらっしゃって、経済のエンジンがそのパシフィコ横浜です。そうですね、おっしゃっていらっしゃるんですけれども、このノースができたことによって経済効果から見る位置づけと、あと市への貢献についてはどういうふうに考えるでしょうか。まず経済効果はそのやっぱし来るお客さんの数で決まるはずなので、はい、これがきちっと動き出せば、はい、それなりに、みなとみらいから歩いてきて分かると思いますけど、パシフィコがないとこんなに人がいないんだっていう、流れがないですね。ないですよ。それで、まだ6月2日だからいいですけど、5月31日までは全部閉まってましたから、みなとみらいのクーンズモールとか全部閉まってたので、そうやって考えてやっぱし我々ってなんか変な話、お城みたいなもんで、はい、城下町かなみたいなところがあって人がいっぱい集まってくる装置になってるってことですね。はい、で地域貢献っていう意味で私今まで地域との密着っていうのをすごく言ってたんだけど、今回は具体的なお店の名前を出しちゃうとドトールさんの角にできて、ものすごいんですよ近所のお客さんが、そう結構入ってたでしょ、はい、昨日から開いたんですよ。でも昨日もなんか多分幼稚園送ったママさんたちが山のように入ってて、なんか憩いの場みたいな。そうだから今までそういう接点ってパシフィコってあるようでなかったんですよ。セブンイレブンとかあるけど結局
中に来る人が買うものっていう、うん、なんとなく結界線があったような気がするんだけど、そこちょうど結界じゃないところにお店が出てきて、はい、さらにあの河原との間が、はい、とても素晴らしい植栽が、景観が素晴らしいです。すごいよ、そう、気持ちいいの。私、はい、もう一番大好きなところかもしれないけど、うん、あそこで何かイベントしてほしいっていうふうにすごく思います。あるいはあの本当に犬を連れた人が あそこに多分座って、はい、軽いアルコールでも飲んでいただいてとかね、うん、カフェオレ飲んでいただいてとかっていうようなことで、うん、パシフィコいいねって思ってくれればすごくいいなと思うんですよ。やはり今までのこうマイス施設ってそういうなんか結界線がやっぱ強すぎたところはあって、はい、まあ、その結界をちょっと破る形にあの角がすごくなるなって思って、はい、機能というかあるんですね、うん、やっぱりそうやって住民の方と、はい、あのなんだろうな、接すれば多少音が出てもらうかでも、にぎわいというふうに聞こえるか、騒音って聞こえるかっていうのって心次第でしょ。そうですね、うん、だからいつも奥様が行ってるとかっていうカフェがあるとかってなれば、はい、そう、犬の散歩道とかって思っていただければ、はい、すごく気持ちが変わるかなと思ってて、すごい、はい、それもオポチュニティだなって思いますね。あの以前よりこう付加価値をつけていくということにとても重点的に取り組まれていらっしゃる。ありがとうございます。そういうふうにあの理解していただいて、その通りです。ですから旅行業を取ったりとか、はい、広告業もすごく力を入れていて、あ、広告業というのはあの例えばあのシティドレッシングですね。あ、なるほど、あのここに来る道すがらのフラッグだとか、はい、そういったようなものの私たちは、うん、あのエージェントやなるほど。ですからあの必ず、まあ、祭事と結構紐つきますよね。例えばあの随分前のことのように感じるんだけど、ラグビーのワールドカップ の、うん、あの日本で一番入ったファンゾーンはリンコーパークなんですよ。私たちが指定管理をやってるところなんだけど、はい、そこのフラッグなんかも全部売ったのは私たち、企業を盛り上げて 市に対して、まあ、市に対してですけれども、市と協議をしながら打っていくっていうこともやったし、まあ、そういうようなこともすごく重要かなっていうふうに思ってます。今連携をしながら強めていって、まあ、パシフィコに来ればなんか付加価値があるっていうふうな方向に行ければいいと思ってるし、まあ業界の方はすごく思ってると思うけれども、昔みたいに大量の人が大量に来るっていう時代では多分なくなってきて、ハイブリッド型の、はい、多分マイスを提案していかなければいけなくって、それも今力を入れてどういうふうな提案ができるかっていうのは今考え中というか、値段も含めて、はい、でもパシフィコ全体でもこう一体型のイベントであったりですとか、2つ同時にですとか、ね、それはもうすごく考えたいところですね。2つ同時っていうのができるっていうのは一つ売りになると思います。今までずっとあの7割の稼働率なので、はい、まあ業界にいらっしゃる方は分かると思うけど、この施設で7割ってほぼ満杯なんですよ、はい、なんで、まあ、そうするとお断りしてたものが日本同時にできる、国際会議が日本同時にできるっていうのは一つ大きな売りになると思います。はい、今度は、パシフィコ横浜ノース3階の大会議室前に来ています。こちらが G303 ルーム、大会議室で、大きさが296平米、レイアウトもありますので見てみましょう。シアター240席のお部屋です。大会議室、お隣の301、302号室の、連結したお部屋のレイアウトを見てみたいと思います。こちら541平米合わせると、
あるお部屋になりますので中を見てみましょう。シアター形式で442席のお部屋になっています。はい、パシフィコ横浜ノース3階の紹介議室前に来ています。こちらは、316と317の、つながったお部屋のレイアウトが展示されています。それぞれ109平米のお部屋になってますのでちょっと中を見てみましょう。こちらで、スクール72席のお部屋になります。パシフィコ横浜ノース3階の紹介議室、319で終わりかと思いきや実はこちらにもお部屋があります。今5時半なのでちょっと明るいんですけれども、例えば毎日学会国際会議など終わった後にですねこちらで、ちょっとした懇親ドリンク提供などを夜景と一緒に楽しむことができるお部屋もご用意されています。